あれ、そういえば、かなこちゃん、こないだうまくいかなかったって言ってたの、あれなんだっけあ、プレゼンか、そうか、そうか、プレゼンね。あ、緊張しいなんだね、かなこちゃんは。緊張しないためにはうーん、そうだな、そうだな。っていうか、緊張しちゃダメなのかな逆に。うーん、俺なんか、緊張イコール悪いことではない気がするよ。 だってほら、失敗したくない、うまくやりたいって思うからこそ緊張するわけでしょうーん。あの、どうでもいいやと思ったら緊張しないじゃんでしょだから俺ね、緊張するって、素晴らしいことだと思うよ。おん<う>。頑張って。そういえば、かなこちゃん、LINE でチラッと言ってたけどさ、最近またうまくいってないの仕事。あー、上司ね。あー、イライラしちゃうんだ。うーん。 まあね、嫌な上司ってどこんでもいるからね。いや、でもさ、イライラしてもいいんじゃないかな。うん、俺抑える必要ないと思うけどね。だって人間だもん。でしょうん。で、その代わりこうやってお休みの日に誰かとご飯行ったりしてさ、それで発散すればいいだけの話だと思うから、うー、んん,うん、俺、いいと思うけどね。うん。 あ、そういえば、かなこちゃん、ジョギング始めたんでしょえらいよねー。ほら、ああいうのってさ、続かない人いるじゃん。あんなの継続してやんないと意味ないのにさ、ね。あ、かなこちゃん、もう、やめちゃったの。あ、結構、長続きとかしないタイプなんだ。あ、そうなんだね。はんはんはんは,んはんいいんじゃないうーん、いいと思う。俺、それでいいと思うよ。 だってほら、体に合ってないってことだから、続けらんないってことは。それを無理してさ、続けたって、そんなの、逆に不健康になるだけだと思うし。うん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 。んさっきと言ってること違うん違うん違うえ、同じ同じ、同じだよ。俺はずっと一貫して同じこと言ってるよ。えもちろんあれだよ。もう、こういうのにほら、答えってないからさ、うん。それぞれに合った答えがありますっていう、もう、人それぞれ答えは違いますよっていうのは、それ前提ね。 前提の話ね。うん。へえ、珍しいね。かなこちゃんが恋愛で悩んでるとか。あー、元彼が忘れらんないのか。そっかそっか。うーん。そうするとやっぱ次の恋になかなか踏み出せないもんね。なるほどなーうーん。いや、わかんないけど、忘れなくてもいいんじゃない逆に。 うーんやっぱり、その彼がいたからこそ今のかなこちゃんがいるわけだしね、うんうんうん。俺と喋ってても楽しくないあ楽しまなくてもいいんじゃない逆に。あれあれかなこちゃん いやんで急に怒って帰っちゃってさもうわかんないよね女の子って何考えてんのか <laughs> ええっえってことはえもしかしたらかなこちゃんは俺のこと気になってたかもしんないってことマジいやいやいや俺もかなこちゃんのことずっと可愛いと思ってたからえマジか うーわ、俺やっちゃった、どうしよう。え、ねえねえ、俺、どうしたらいいと思うどうもしなくていい逆にどういうこと